皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのバーキンタッチのご案内です。こちらはですね、バーキンタッチというぐらいですから、ちょっと変わったところがありまして、こちら、フラップとハンドル、そしてこのベルトですね、この部分がクロコニロティカスですね。そしてこの部分がシェーブル素材と、この2つの素材を組み合わせたちょっと変わった形の、バーキンとなっています。こちらはまあサイズは30センチなんですけれども、そしてシルバー金具、刻印は C 刻印ですから2018年の製品となっています。こちらのカデナはですね、通常のクロコのコーティングがされていないカデナと、それから、クロコ素材のこちらのクローシェットのコンビとなっています。まず個体の説明としましてはですね、本当に綺麗な状態、こうもうパリッとしてますんでね、使用感もほとんどなく、状態はいい商品となっています。そして、まあ、このクロコニロティカス、このバーキンタッチ、というこの2種類の素材を使ったものなんですけれども、この他にですね、この素材、ここはまあ今回はシェーブルでご案内しているんですけど、この素材が普通にいわゆるトリオンのビーヨだったりとか、他の素材を使われたものもあります。そして色も、そうですね、まあ、全色確認できたわけではないんですが、ブラック系、それからネイビー系、それからイエロー系のものも存在しています。まあ、ただですね、このブラウンは非常に珍しく、希少性はすごく高いと思います。他にも多分ほとんど探しても見つからないと思いますが、この部分がミールですね、クロコニロティカスのミール、そしてこのお腹の部分、ここの部分はノアゼットという組み合わせになっています。そしてですね、シェーブル素材の特徴として、こちら、ちょっと後ろ見ていただくとよくわかるんですけど、こう2種類パターンがありまして、全体的に同じこう、この同じ型押しですね、この柄のものもありますし、こういった形、真ん中にこういった特徴、これもシェーブルの独特の特徴なんですけども、こういったものが現れているもの、この2種類があります。すべてクロコの、バッグがですね、主流となっているんですけれども、ちょっとカジュアルに使いたいな、ただしまあ高級感もありますし、そういった場合にこのバーキンタッチっていうのが非常にお勧めだと思います。今回紹介させていただいたのはこちら、バーキン30センチ、バーキンタッチのですね、ノアゼットとミールの組み合わせ、こちらの非常に貴重な商品をご案内させていただきました。もしね、こちらの動画の方気に入っていただきましたらば、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。